三門桜井寺は、愛知県岡崎市桜井寺町にある高野山、新言宗の寺院。三号は、花園山。自伝によれば公認4年、高野山平等院の末寺として、空海により創建されたという。次号は空海がこの山中で桜の枝で作った杖を、地面に突き立てたところ清水が湧いたという区法伝説に、ちなみ、現在も、桜の井戸と呼ばれる井戸が現存する。 また、この杖はやがて葉をつけて花を咲かせるようになったとも伝わる。三河五山の一つとして流星を誇り、数々の戦国武将から信仰を受けたが、永六十一年火災によって消失した後は、水尾したという。大治二年の命がある刑を所蔵しており、これは愛知県指定有形文化財となっている。また、中世後期から近世初頭にかけてのこの地方での白山信仰の、 拠点の一つであったが、白山先達について、在賀寺と争った、古文書などが残されているという。現在の本堂は、胸札によれば明治43年に、当領、藤田米次郎によって建立された。不動堂は、元禄十一年に建立されたものを、完成八年に修復したものである。三門と薬師堂は、香料、増組などの栄養から判断して、 原文法歴年間頃の混流と見られる。山岳修行が盛んで、古くから宝来寺、高高寺寺、滝山寺、神福寺とともに三河御山の一つとされる。平成21年には岡崎観光キラリ百選の一つに選ばれた。ありがとうございます。